僕バキバキ童貞ですね。どうも、バキトコとグンピです。年上にはちゃんと敬語を使って、年下にはちゃんとタメ口を聞こう。はい、ちゃんと使えてますか？敬語とタメ口、お二人、体育会系じゃないですよね。そうなんですよ、先輩後輩付き合いとか苦手な方でして、そうですね、割と後輩にも敬語使っちゃうし、僕とかは、それを体育会系の人からしたらやっぱやりづらいわけですよね。そう、先輩なんか使って敬語やめてくださいよ。ああ言われちゃうね。いや俺は距離としての敬語だから。そうね、まだ距離があると。敬語じゃなくて距離の敬語だから。僕なんかやっぱラグビー部でしたから。ああ、そっか、ボルペさんは。かなり。ボルペさん体育会系なんだ。そうなんですよ。中学野球部、高校ラグビーで。ああ、ゴリゴリだ。そうだ。結局、就職した後も、なんか体育会系の人がうまく出世するみたいなのあるじゃないですか。ああ、そうだね。結局先輩との付き合い。まあ結局それはもう、なんでしょうね。人付き合いというかね、のものですから。できるならそっちにもできた方がいい。まあそうね、そっちもそっちで。できるならできた方がいい。確かに。で、今回から年上にはちゃんと敬語を使って、年下にはちゃんとタメ口を聞こう。はい。素晴らしい。はい、どういうことですか？はい、今からね、いろんなアニメとか漫画のキャラクター、これお見せしますんで、そう見極めてもらって、年上か年下かちゃんと見極めて、そう。で、年上だと思ったらちゃんと敬語を使ってください。はい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 。年下だったらちゃんとタメ口をね、聞かない。はいはいはい。しっかり見極めてほしいという。グンピさん年齢は？僕が34になりまして。で、土岡さんは？僕32です。はいはいはい。で、今回出てくる人たちは全員2人より年上か年下になってます、ちゃんと。おお。あ、33で僕は年上、土岡が年下みたいなことはないってことですね。そう、絶対に年上か年下。なるほどなるほど。あ、早速誰か来たようです。はい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 。おい、ヒロボー。おい、お前なんだ、調子乗ったじゃねえか、お前。すいません、あ、ひろしさん、おはようございます。おはようございます。違うだろ、絶対先輩だろ。おはようございます。ひろぼうがよ。いや、先輩だ、これは無理した。先輩だ、間違えた。スカスカスカ。間違えた、間違えた。おい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 、冗談じゃねえよ、軍兵。お前年下だろ。なんかボールペンが CV をやるんですか、キャラクターボイスを。冗談じゃねえぜ、まったく。ちょっとパッチリも入ってる。本当だ、ぽいね、ヒロシの。ちゃんと敬語使えよ。そんなんじゃ双葉商事でやっていけないぜ。そんな感じなら双葉商事。会社でね、ダメよ、先輩。大丈夫、双葉商事。まったく嫌になっちゃうよ。ひどくひどいなぁ。さて、また誰か来たようです。来た。あ、おはようございます、田中さん。はい、おはようございます、田中す。おい、決めんだお前、ほんとに。いや、いや、なんかすごい唇も変だし。いや、なんかすごい唇で。一発見たら、前でのような、一発見たら、はい、忘れないです。おい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 、待ってくださいよ。土岡さん、年下じゃないですか。27。だるいな。グーピーさん、今度また飲みに連れてってくださいね。おごんなきゃいけない。そう、おごんなきゃいけない。一緒にマスオと一緒に飲み行ってね、ご飯食べて、ビャーマイ。田中さん、27は割と有名というか。いや、意外と若いは覚えてたけど、まさか27とは思わなかった。今のダウ9万、ハスミと同じ。確かに、はすみくん最初こっち敬語使ってたら寂しがってたから、それと一緒だ、アナウンサーも。うわぁ、わからんねぇ。ほんとにバカ様、ほんとに。ほんとにバカ者のお坊ちゃま、ほんとによ、もうかわいらしい。そうですね、ほんとはじめちゃんも、はい、将来、ね、将来有望で。ほんとにすごい。え、どうやってご飯とか噛んでらっしゃるんですか？2で。上にでやってらっしゃるんですもんね、本当に。
ハルト飛行機なのだ。飛行機と春なのだ。いや、逆です。逆ですよ、若丸さん。若丸パパさん。逆ですよ。ネタ面白いのだ。ありがとうございます。ありがとうございます。見ていただいて。若いのにすごいのだ。ありがとうございます。41歳。41歳。お、また誰か来てますね。おお。うわ。バルス。はい。目つぶし。目が見えなくなる。目が目が。はい。冗談じゃねえかよ、ムスカよ。そうね。ムスカ。ムスカ。なんかよくなんか本名長いのもなんか分かりづらいよ。あ、分かんないね。もう全部切っちゃっていいよ、本名も。切っちゃっていいね。はっ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 は。一人で。カルト飛行機さん、おはようございます。ああ、そうな。お前な、元気やってるか、お前な。おはようございます、カルト飛行機さん。どこへ行かれというのですか。なあ。確かにね。28か、若いね、やっぱね。うん。あ、また誰か来ております。古いね。あー、おー、な、発明やってる最近。なあ。いやー、せんべいさんの発明で、本当にお世話になってます。いや、言っといて、あの、迷惑よ。あられちゃんとか、走り回ってんの。言ってんだ迷惑だから。あれがいいんじゃないですかね。あれが名物です。ペンギン村のお客様で。いやいやいや本当に奥様もお綺麗でね。ないよ。あと、お前だろうんこしてんのもどうせ。いっぱいうんこ間違えるけど。違います。じゃあなんで英語使うんですか。なあ。なあ。主婦さんすいません。ねえ、そう、お前うんこ全部拾ったから。すいません。なあ。頼んでして。すいません。せんだからもう。グンピーさん。タメ口でいいんですよ。じゃあ、距離感のせんべい知ってるか。うん。28か、意外に若いなぁ。うん、こんなひげはじき。ひげのじじいなのにね。あ、また誰が来たようでございます。うわ、この人年齢ある。ええ、そっかそっか。この人は。いや、ね、りょうさん、またね、なんか街、騒ぎになってましたね。もう、みんな。持ちきりでしたよ、りょうさんの話で。りょうさんね、そうですよ、また。借金返してくださいよ、本当に。まったくね、そんな、おしまいじゃなくて。シャバンの方も。行かないでちょっとおしまいじゃなくてね。本当ですよ、りょうさん。つくね勝手に食べないでくださいね。いや、録画してきたから、大丈夫ですよ。すごい。今まで見られてなくて。こっちかみのあれのやつ言えるんですよ。こっちくんのオープニングのね。今日花火大会なんでね。あったやったよ。大丈夫です。つくね、つくね食べる。じゃあ、お金。お金ちょうだい、つくね食べたら。いい、いい、いい。なんで全部言えるんですか。すいません、これ変なやつですね。お前さんとりょうさん、またお願いしますって考え方も。ほほげーほほげーハルト飛行機じゃないかハルト飛行機じゃないかあそうですね、見てました、ほげー時代背景が変わるから、ブレ出しではあるけど、まあ、計算したら、そのいろいろ逆算とかで、35から38ってなってます。ああ、そうなんだ。でも、なんか、読み切りで復活したときに、スカイツリーは出てきてるけど、軍艦島に行ったことがあるみたいな話をしてて、より年齢が分かりづらくなってる。今のおじいさんとじゃあ、そうだ、軍艦島に行ったね、スカイツリーは。軍艦島に若いとき行ったみたいな話したよ。そうなんで、分かんないんだよ、皆さんって。お、誰か来てます。もう、うわ、来た。いやー。お前ちょっと、あんま鼻毛とか出すな、人の前であんまな。そうだな。アフロも似合ってねえぞ。なんか鼻毛真剣だか知んねえけどさ。邪道。邪道、そう。何を舞台化することがあるんだろうな。浮いてたぞ、なんか。あたしんちとクレヨンしんちゃんと一緒にスペシャルやったとき。あのスペシャル何でしたっけ？情熱のオラは咲いちゃったスペシャル。私んちはな、情熱の赤いバラいつも歌ってた。で、しんちゃんはオラって口癖で言うよ。うん、お前、その回でたまたま咲いちゃったっていうギャグ一回やっただけだぞ。なんでそれで情熱のオラ咲いちゃったスペシャルなんだ。おー、あらららよ。おぉ。おぉ。青木じゃみたいな。鼻毛真剣。え、何おはようございます。なあ、お前、そうで、年下。おはようございます。やっぱ、
ダウキューマン、ハスミと同じです。ハスミじゃない。よかった。まあ、若い気がしたね。うん、27というか、うん、27ぐらいだろうなっていう。確かに、そうね、中学生とかが読んで、おっさんと思う。おっさんと、そう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 。あの時おっさんと思ったけどっていう感じだね。お、次また誰か来ております。年あるんだ。おっぱしゃまピノキオたちを全員皆殺しにしてくれた、うん、カメックとかの立ち位置クッパしゃまそうね、うん、クッパ様そのねまたねピーチね連れてきてもらって全然ね用意しとくんでちゃんとピーチの部屋もうんおおおおピーチ連れてこい。ああ、35? なんか最近、任天堂オンラインで、うん、クッパちゃんがクッパと一緒にゲームやってるシーンがあって、はい、それでちょっと年齢が出てきたんだけど、そしたら35だったんだよ。ああ、最近分かったんですね。こんな人も来ております。来てマリオね。マリオ。はい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 。ああ、マリオ、どうしてんの最近、ちょっと。なんかルイージとね、なんかやっぱ良くないと思うよ、なんか見分けつくのなんかそうね、お揃いの服着てるのもなんか、うん、そうね、なんかマリオの映画、うん、見たけどなんか前も映画やってじゃん、なんかあ昔、うん、昔のさ、うん、の実写版の方、うん、なかったことみたいなの知るけど俺忘れないよあれそれキノコ取るっつってキノコがさ、うん、本当のあの菌類みたいなキノコ細いキノコみたいなやつを取ってるからヨッシーがもうガチの恐竜で火吹くみたいな、うん、クッパが人間なんだよねそうね本当にパンクの人たちみたいなねそう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 あれよくないあれのこともな、うん、忘れないからなこっちは忘れてないよ、うんうんIt's me, Mario! Mamma mia! そうな、お前なちゃんとこっちの言葉も合わせてくれよな。長いだろ、結構。ずっとイタリア語だね。こっちにいるだろ、たくさんイタリア語でやってるけどね。一応宮本さんが年齢を一応言ってるようで、まあ24から25だと思いますみたいなことを言ってました。これひどいからな。あ、続いてこんな人も。7分古いあれが興味あるんだよ世代じゃないなぁおはようございますあれですもんね、あくびちゃんとは血つながってって感じですね知らないなぁあくびちゃんのパパってことですもんね知らないから、ね、逆に大魔王さん、うん、いや汚ねえハクション大魔王なんだよハクションって何なんだろうねみたいなでしたっけ知らねえ。ねえ、じゃんですね。呼ばれて飛び出て、じゃ。なんでねえよ。ね、壺の形も面白くてね。面白くねえよ。ね、同じような形の。知らねえ。なんでこいつが人気だった時代があるのか。本当かよ。引っ張ってますね。本当に。呼ばれて飛び出て、じゃ。言わせる。おい。皆さんだ。おい。皆さんで。グンピお前投資したぞめっちゃ年上じゃねえかよ人気ないとか言ってたけどいやすいません先生にもリメイクされてんだよいやすいませんそうなんですね、こんな人もいらっしゃってますアミハマアミハマさんが言うみたいな朝倉アミハマ左右だよ左右いやいや左右飲んでんだよいや分かんないですよねアミハマさんねそんな言われてもねちょっと左右だよ左右本田さんちょっとなんかね高値の花ぶってますもんねちゃんと写真も編纂していただいてねありがとうございますすごい会社の歴史分かりやすく写真編纂編ね、うん、あったけどアミハマさんね、うん、なんかバナナ食べながらね何やってんのあんたみたいなことやってね受けるシーンでなんかドラマだとねなんかバナナ20本ぐらい肩に武装して大げさになってましたよねすごいよく見てるなあい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 土色かさあ気に入られちゃった年下ですよいやー、そっか、うわごめん、その、貫禄あるからさ、美浜さん。もう、ね、思ってる若いんだし、抱いてやれば。いい、大丈夫、大丈夫。美浜さんだもんね。
一緒に飲みに行きませんか提案したものの アニマルの売ればね、あったけどセックスはスポーツ言ってたけど言ってたけどきちぃ、うん、こんな人もいらっしゃってますつちゃっ三千真正面から来ました。こいつ、秋山幸男。三千真正面から来ましたね。いや、本当にそうそうですね。そうですね。あんま、むしろ敬語でもあんまり喋らない方がいい。そうですね。もう投げやらと言えないな。うん、本当にいつもお世話になっております。牧原幸男を語るという、ドンケツ公式の本に我々出させていただきました。本日もお世話になっております。本当に。超じじいだろ、こいつ。そうですね、はい。うん。そんな、私なんて、私、吉木田でございます。超じじいだろ、それでも下から来るんだ。確かにそうね。下から来るだろうな。誠に遺憾です。いやいやいや。ちょっと体育会系の気持ちが分かりました、割と。僕らがまあ30代だからこんな感じだったけど。はい。もっと20代の、ね、うん、だから10代の人がやるともっと面白くなるだろうしね。ああ、そうそうそう。確かにね、もっと若いキャラで、うん、意外と年上とか。面白いかもしれないですよね。うん、そういうところに体育会系を学んでみた方がいいかもしれませんね。うん、なんか、俺は何歳みたいなコメント欄に書いてください。俺は何歳よかった。コメント欄に書いてください。確かにね、17だけど知ってるとかね。ああ、そう、ある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 。12だけど知ってるよ、みたいな、うん。お願いします。ではまた。俺の名前はバキバキドーペ今になる動画界の皇帝いじめられて走った皇帝フルチンで踊るチンケな道家フリーターの時街頭インタビューひねり出したパンチライン一発人生はたちまち豹変俺の名前はバキバキドーペ